皆さん、こんにちは。モノモースです。今日は航空機事故の中でペットの扱われ方について多面的な視点から理解を深めていきたいと思います。まず、日本航空の事故でペットが犠牲になった件ですが、DAIGO さんと一社ゆり子さんの意見に多くの人が関心を持ちました。一方で、工作する意見に注目して議論がどのような方向性を持つべきかをお話ししましょう。はじめに、ペットを家族同然と思う愛情深い気持ちは、彼らの発言の根底にはありますね。しかし、それは人命救助や他の乗客の権利とどう配慮すべきか理性的に考 考える必要があります。倉田真由美さんや松島初音さんのように慎重な意見が出されているのも一理あります。実際、航空機事故は非常に稀で、通常の旅行中にもペットはストレスを感じることもあります。しかし、今回の議論では、ペットのお貨物、絵の預け方、そして何よりもペットとの旅行そのものについて再考する機会になったわけです。批判には目を向けず、検出的な議論を重ねるべき時だと私は感じます。ペットを愛すること、人権や他者への配慮、その両方をバランスよく考慮した対応が求められています。では、どうすべきか なな答えはは主ととしてのの責任、状況に応じた適切な判断はそれぞれぞ役割となります最終的に私が言いたいのはペットと共にある生活を改めて見つめ直し、全ての命に敬意を表し、他者への配慮を忘れず、時には必要に応じて事故の欲求を抑えることは肝心だということです。それは私たちが社会の一員として取り組むべき姿勢ではないでしょうか。誰もが共感できる議論をこれからも続けて参りましょう。